石川豊重とは、江戸時代の浮世絵師。石川豊重による漆絵。1720年頃西村重長の門人。姓は石川、幼名は孫三郎、名は豊重。俗称はぬかや七兵衛。祖師の道、宗派とも合した。作画期は教法から安永にかけてで、はじめは西村孫三郎、教法16年より西村重信と合し、 奥村桝信風の細番の暮れない家及び漆し絵を描いた。西村孫三郎の署名のある再犯の暮れない家、市川段十郎、佐渡島達五郎などが知られている。なおこの時期、ほとんど同じ様式、筆致による西村孫次郎という落款の市村武之丞、富沢門、タラという細番暮れない家の作品があるが、別人かどうかは不明で、孫三郎の 三の字が書けたものではないかとも言われている。延京四年頃、江戸古馬町三丁目にあった旗小屋のぬかや、七郎兵の婿養子となり、経営にあたり石川と吉毛と称した。西村重町の門に入ってからは頭角を現し、肉筆浮世え、うるし絵、ベニズリエの役者へ、美人画の修作を残した。その後、ベニズリエが主流となる加減法歴期に、作風の完成を見る。 若干の肉筆美人画も描いており、法順で叙情的かつ温厚な版画に共通する特徴を持つ夕品を残している。また、欅の板などを使い、その木目を版の余白などにすり移す木目すりを草案した。さらに版裸体の、いわゆる、危ないも多数描いており、新生面を開いた。代表作に、暮絵、か美人図、べずり絵、おの菊五郎と、 中村清三郎の取り追い、炭釣り絵本、絵本江戸紫などが挙げられる。豊重の作品に見られる、柔和な丸顔と、豊満な肉体を持った、美人画は、紅ズり絵特有の恩賀な色調に適しており、紅ズり絵器の代表的絵師に挙げられる。豊重の紅ズり絵は、紅れないの顔料発色が良く、他の浮世絵師のものより、数段優れている場合が多い。 その作風は優美で華麗なもので、後の鈴木春信、北尾重政にも影響を与えている。去年75、墓所は台東区倉前の小学寺である。法名は対、誉れ格王子寺。破壊士、先祖母と国す。門人に、石川昔、新、石川豊方田氏らがいる。教科師の石川正持は、豊重の子である。ありがとうございます。